73% の方が、何らかの形で移動ですね、移動に関して困ってるよ、在宅で困ってることは何ですかということをですね、一番最初にしっかりと把握しておかないとダメなんですね。絶対にあった方がいいというこの機能訓練がですね、私のアドバイザーとして15年のキャリアから導き出したものがいくつかあるので、2つの転倒リスク要因だけでもチェックしておくだけで、この人転倒しやすいのかな、しにくいのかなっていうのは見やすくなるかなというデータ。内的な要因っていうものと外的な要因、環境ですよね、環境が相互作用によって転倒を発生させているっていうところが重要な要素です。